お話を伺うのは甲斐院長先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。今回新しく新設された歯科口腔外科ですが、はい、これ新しく新設したその背景は何でしょうか。はい、まず一番大きな要因は熊本地震だったんですね。うん、熊本地震の後、まあ、皆さんが不自由を感じ取られるように、うん、阿蘇地区で、まあ、歯科の治療を、まあ、しないといけない患者さんが、うん、例えば入院を含めて歯科の診療をしないといけないような患者さんがおられた時に、うん、なかなか阿蘇地区で入院ができるような施設がないので、うん、多くの患者さんが熊本市内まで行かないといけないんですが、うん、その時にやっぱり峠越えの不自由な、うん、交通環境の中で通院とか入院をしないといけないということが分かりました。入院をしないといけないような歯科診療というのは、例えば、血をサラサラにするようなお薬を飲んでて、うん、抜糸しないといけないような患者さんがいた場合に、うん、やっぱり入院して一晩二晩経過観察をしないといけないんですが、うん、その様子を見るために入院が必要なんですが、うん、そういった設備を整えた、歯科施設が阿蘇にありませんでした。まあ、患者さんの要望が非常に多かったのと、あと歯科医師会の先生方からの、うん、要望も、多くて、阿蘇地域で入院で歯科診療ができるような、うん、特に、まあ、口腔外科の領域での歯科診療ができるような、うん、診療施設の、要請が高くて、うん、当院に歯科口腔外科の開設を決めました。歯科口腔外科を担当される高宗先生、どんな先生でしょうか。はい、今までですね、並の診療所で歯科診療していただいたんですが、うん、昨年の7月に、うん、日本口腔外科学会の専門医を、うん、取られたような、まあ、専門性の高い、うん、高い技術を持った先生です。阿蘇医療センターで歯科口腔外科を担当される高宗康夫先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど院長先生からはこの科の新設の背景をお伺いしましたが、今後歯科口腔外科はどんな役割があると思われますか。はい、歯科口腔外科というのは、虫歯治療や入れ歯の治療など、うん、まあ、いわゆる一般歯科治療を除くお口の疾病全般を扱う診療科です。うん、まあ、具体的には、親知らずの抜歯とか、うん、骨に埋まっている歯の抜歯とかですね、うん、あと顎関節症、うん、他にですね、口腔のお口の中の腫瘍とか、そういったのを取り扱う診療科になります。うん、でこれまでですね、阿蘇地域にはなかったこの歯科口腔外科という診療科ができることで、阿蘇郡市の住民の皆様方へですね、安心してお口に関するさまざまな病気を治療していくことができるようになります。でそしてもう一つ大事なのが、はい、医科歯科連携というものです。うん、この医科歯科連携というのは、まあ、例えばがんの治療中のですね、患者さんが、まあ、抗がん剤などを使いますけど、うん、その抗がん剤の副作用で、うん、まあ、お口の中が粘膜が炎症を起こすと、口内炎のような状態を起こして、はい、でまあ、食事が取れないとかいうことになりますので、そういった治療もこちらの方で行ったりですね、あと、心筋梗塞や、脳梗塞などの予防のために血液がサラサラになるお薬を飲まれている方結構多いんですけども、うん、こういう方に、まあ、抜歯とかですね、うん、口の中の手術をしますと、はい、血が止まりにくくなります。で血が止まりにくいので、もうあらかじめ入院してですね、うん、そういった方には入院した状態で、実際抜歯とか外科処置を行って、うん、で止血したのを確認してから退院してもらうと、うんうん、ということで、まあ、他の病気をですね、治療中の患者さんのお口のトラブルとか、うん、そういうのを、まあ、担当医の先生と一緒に、うん、まあ、連携を取りながら、うん、治療をしていくということになります。今伺ったその医科歯科連携、はい、ちょっと聞き慣れない言葉なんですが、治療を受ける患者、私たちにとってはこれとても頼もしいシステムですよね。そうですね、実はこの医科歯科連携というのはですね、うん、まあ、多種多様でして、うん、まあ、システム化するのが非常に難しいんですけども、うん、まあ、阿蘇医療センター内ではもちろんですけども、うん、地域の先生方と力を合わせて、うん、歯科口腔外科と医科歯科連携を両輪として、うん、その地域医療を盛り上げていきたいと思っております。うん、新しい設備もですね、先ほど少し見せていただいたんですが、最新式のものがね、揃っているそうですね。はい、でうちはですね、やはり
阿蘇地域で見ますとやっぱり高齢者が多いですので、うん、車椅子だとか、うん、なかなか足が不自由に動かない方がいらっしゃいますので、うん、そういった方に合わせたこういった歯科ユニットを、うん、設備として今回取り入れておりますので、うん、阿蘇医療センターの歯科口腔外科、2月からですね受診が始まりますが、診察を受けるにはどうしたらいいんでしょうか。はい、まず診療日ですけども、はい、診療日は火曜と金曜の週2日、うん、完全予約制で、うん、まず初診の方はですね、うん、かかりつけの歯科医院や、うん、医院からの紹介状が必要になります。はい、通常の虫歯治療とか、うん、入れ歯やかぶせ物などの治療はですね、うん、原則として行っておりませんので、うん、ご注意ください。はい、高宗先生にお話を伺いましたが、この歯科口腔外科、私たち市民にとっては専門的な治療が地域で受けられる、まあ、こんなに嬉しいことはないんですが、院長先生は今後どのようなことを期待されますか。はい、以前の、この、放映でもお話をしましたように、うん、がん科学療法センターを当院で立ち上げましたけれども、はい、うん、やはり阿蘇地区で、阿蘇の、患者さんたちが、うん、いろんな疾患に対して治療ができるような体制を、今後も展開していきたいと思います。うん、その中で、歯科口腔外科ができることによって、先ほど高宗先生からも話があったように医科歯科連携といいまして、医者と歯科医師の先生たちとの間で、うん、いろんな疾患を、まあ、協力し合って、うん、診療していくというような体制ができないかなということを考えています。はい、阿蘇医療センターだより今回は2月に新設された歯科口腔外科についてご紹介しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。